先輩の後押しを受け、思い出のものや洋服を初めて断捨離することができたんです。この一歩が次につながるといいね。断捨離開始から間もなく2週間。久しぶりに訪ねてみると、このお部屋がかなりしていました。普段はクローゼットに収まりきらない子供服が場所を取っていたんです。でもクローゼットに収まる量まで服を絞り込み、収納ケースも断捨離したおかげで本来の広いスペースがよみがえりました。しかし断捨離が進むと決断のハードルもどんどん高くなってくる。こういうのとかどうしたらいいの？あ、この日はこれしたんだなみたいなのも分かるし、ね、ちょっと思い出。でも記憶は見ないよね、見ないよね、見ないですよね。お願いします。絵日記、手放すんだ。できるようになったではないですか。こういうのもどうしたらいいんですかね、本当に。これ頑張って作ったんですよ、なんか幼稚園の宿題だったら夏休みの。これは力作だね。いくつもの作品と向き合ううちに大切なものが見えてくる。この作品は大事に保管することにしました。頑張って一歩ずつ前へ。でも無理していないか気になってディレクターが聞いてみると、寂しいとかないですか、なんかもうなくなっちゃったなって。あ、まあそれもまあそうですね。でもなんかなくなっちゃったけど